株式会社僕内は、秋田県は秋田市に本拠を置く、かつては百貨店協会に加盟していた木内百貨店を運営する企業。1889年3月に、久保田藩市の家柄だった木内俊茂が茶、紙、文具販売の木内商店を創業。1910年に秋田では初のーウィンドウ付けの店舗を開き、1932年に、 合資会社、木内雑貨店を設立して法人化した。1950年に夫の木内隆一の死を受けて、木内友が二代目社長となり、1951年に合資会社牧内に改称して、百貨店の営業を始めた。1952年7月20日に、秋田市が荒谷浜放水口北側に、荒谷海水浴場を新設した際には開業記念の、 アトラクションを提供し、1959年5月から毎年開催されている秋田県美術展覧会では、第1回展から会場を提供していた。1966年までは、目の前を秋田市電が走っており、秋田市交通局と秋田中央交通の案内所も併設されて、交通の一拠点としても機能するなど地域を代表する老舗として、 商業以外でも地元の中心的存在となっていた。そのため、近くにある自然の限定は、旧地前の名称となり、現在でもバス停の名前として残っている。1955年に着工した、鉄筋コンクリート作り3階建て増築工事が、完成して、1957年10月18日に、新装開店した際には、秋田県内初のエスカレーターを売り物に、 エスカレーターに乗って楽しいお買い物を歌い文句にして、エスカレーターガールのいる百貨店として人気を呼んだ。1959年には、従来の合資会社をいそして株式会社牧内となり、1965年には売り場面積4849平方メートルで、売上高24.8億円を上げて、ライバルの本金の売上高5.8億円の4倍以上と、 なるなど秋田では、圧倒的な地域一番店となり、昭和30年代に近くにあった秋田県庁や、秋田市役所、国の出先機関などの観光庁から移転して、跡地が大型店などとして整備されたことも影響して、肩がぶつかるほど混み合うようになった秋田駅前、広小路通り周辺と共に大いに賑にわうなど、試行詳細を掲げた、女性社長の下で成長を続けた。 1967年の年末商戦に風邪を引きながら出社して人頭指揮に当たった木内智が1968年1月3日に死去したため木内はじめが三代目社長となって引き継いだ。その後1972年に売り場面積を一気に2倍にする大規模な増殖工事が完成して1973年12月から 全面的に開業するなど拡張を続け、観覧車や展望台のある屋上遊園地の屋上お子様遊戯場や3階の退職堂でのお子様ランチや台のついたソフトクリームなども人気を呼んで全県から買い物客を集め、全盛期の昭和40年代昭和50年代には従業員約400人で年賞130億円を上げて秋田県随一の百貨店となり、 秋田の三越と呼ばれて、木内の放送紙がもてはやされ、秋田の贈答品市場では圧倒的なシェアを誇った。しかしモータリゼーションの進展に伴い、1981年に長崎や秋田店が撤退するなど郊外型のショッピングセンターの開業が相次いで中心市街地の集客力が衰え売り上げが減少し始めると、1990年に 日本百貨店協会から脱退し、1991年には売り場を大幅に縮小し、合わせて営業時間を短縮するなどの事業の再構築を行う。以降は1階の医療品売り場のみ営業して午後5時に閉店するなど百貨店とは言えない規模に縮小している。2009年4月26日に出張先の東京都内で木内はじめが休止したのを受けて、 同年5月27日付で一の長女にあたる木内信子が社長に就任すると、モータリゼーションに対応して試験的に駐車場を無料化に踏み切って、土日の集客力の向上に成功させ、老朽化対策としての改装や、中通り一丁目畜子街地再開発事業への関与を検討するなど新たな経営方針を打ち出し始めている。ありがとうございます。